はいどうも、タクチャンネル原タスクです。2016年明けましておめでとうございます。今回はね、明けました記念にね、記念にね、レアガシャを引いてみるよ。で、このレアガシャ、今332個元気玉があって、この元気玉10個を消費するとレアガシャが1回引けると。で、この332っていうのは、332枚のカードを読み込ませたってことですよ。はい。いくら使ったんでしょうね。はい。では、10連続引く。でね、引きたいところなんですが、その前にまず狙ってるカードとしては、自販機の限定のレア枠っていうのが出てくれると、俺としては非常に嬉しい。例えば、ギニューのリーダーカードとか、ゴテンクスのリーダーカードとか、その辺出てほしいなと思ってます。まあ、ちょっと、今33回引けんだよね。そのうち10連続まず行ってみよう。いや、そもそもこのガシャで自販機限定カードが出るのかどうかってところもね、ちょっとわからないんですけどね。さあどうなるか。はい。若干フリーズ気味です。大丈夫ですかこれ。はいはいはい。若干固まったんですけど大丈夫です。開けよう。頼むよ。あと、ゴルフリのレジェンドレアとか持ってないんだけどさ。お、ニューがいっぱいあるね。これ、ニューって書いてないところは持ってないカードだよね。さあ。いらない。お、やった。これ持ってなかったの。これがね、自販機でしか手に入らないリーダーカードで。まあ、実物のカードは欲しいっちゃ欲しいけど、こうやってデータで手に入るっていうね。これはこれで嬉しいね。ああ、これ使ってみたいね。ちょっとね、ゴテンとトランクス、手札のゴテンとトランクスをどうのこうのするみたいな。そういう効果なんだよね。ね、手札のトランクスをドロップに置くと、ブレイクできると。で、ゴテンをドロップエリアに置くと、プラス5000。なるほどね。なかなか面白いね。これはまあ持ってる。持ってるか。まあデータで手に入りましたと。ああ、なるほどね。スーパーレア。まあ嬉しいっちゃ嬉しいな。ってことは自販機限定カードも出るということが分かったから、ちょっとギニュー欲しい。頼む。もう10回。ギニューをリーダーにしてギニュー特選隊デッキ欲しいよ。頼む。はい、またニューが3枚。まあまあ、複数枚持ってなかったんだ。あ、これも自販機限定じゃない?はいはい。ゴテンかトランクスを公開し、だからさっきのゴテンクスとコンボできる。これは必要なカードだった。よかった。持ってる。頼むよ。まあまあ、現状ゴテンクス、が引けたっていうのはかなり嬉しいんですけど、ギニューが欲しい。頼む。ギニュー。まさか、あと、そうね、レジェンドのゴルフリでもいいな。来い。2枚が新しい種目。持ってるなぁ。あ、ゴルフリーと思ったら、あと3回だね。あと3回引ける。もうギニュー出ないかな、これ。また俺自販機、ヨドバシカメラの自販機に俺を行かせるつもりなのか、これ。データだけでもいいか手に入りたい、ギニュー。おい、またゴテンスクスかよ、これ。おい。まあ、SR ということでね。あ、でもまあ、ゴテンクス出たからまあ、じゃあまあね、後ほどね、ゴテンクスデッキとかも作ってね、実況してみるよ。とりあえずゴテンクス引けたからよしとするよ。うん。はい、じゃあね、まあ新春明けまして、おめでとう記念のレアガシャ、まあ33回回したのかな。
はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたが罪